し時間かかったけど、サーティミニッツシスターズ関連キットの新作もようやく最後。今回はいろいろな意味で話題のガールガンレディとのコラボオプションを見ていくよ。今回見ていくキットは、サーティミニッツシスターズとガールガンレディのレディコマンダーのコラボアイテムで、サーティミニッツシスターズ仕様とレディコマンダー仕様のどちらかを選んで組むコンパチ仕様のオプションパーツセットとなっているよ。どちらか片方の仕様しか組めないという感じですね。これはちょっと残念です。そしてパーツの見た目に関しては、パッケージにもあるようにメイド服や学校の服といった制服系のボディ及びスカートとなっているのが特徴で、どちらに組み込んでもいつもとは違った良さをプラモに追加できそうな感じです。ふむ、とりあえず見た目は良さそうだけどその他はどうだろう？早速詳細を見ていこう。まずはレディーコマンダーに組み込んでいくよ。本来ならばパッケージにもなっているアリスを起用するべきなのでしょうけど、私たちのところのアリスは改造によって見た目が変わっているため使用できませんね。その代わりとして今回はビアンカに組み込んでいくことにするよ。まず用意するのはこれ。ボディの胸部周りだね。なるほど。確かに制服っぽい感じに見える。黒っぽい感じの部分を赤とか他の色に塗装してみるのもいいかもしれないね。それでは装着していきましょう。まずは専用の首パーツをセットし、ヘッドパーツを接続していきましょう。ちなみにだけど、レディーコマンダーの頭部ボール受けはサーティミニッツシスターズと同じ 4mm ボールとなっているから、首のバランスが変になるけど、サーティミニッツシスターズのヘッド、あるいはサーティミニッツミッションのヘッドを装着することもできるんだよ。続いては肩パーツ。こちらは肩の先端に専用のジョイントをセットすることでレディーコマンダー用の肩とすることができまして、そこにレディーコマンダーの肩から下のパーツを接続すれば完走完了です。そうしてできたユニットをレディーコマンダーの腹部に接続すれば、上半身の完走は完了だね。続いて腹部を接続する前に下半身を組み替えていきましょう。まずは腰回りを一旦分解しまして、2つある腰パーツの上半分を本キット付属のものへ換装します。なるほど。これでスカートを装着できるようになるってわけだね。そうですね。ここにフロント、リア、サイドの計4枚のパーツを貼り合わせていけばスカートが完成です。続いては足の換装だね。まずは通常の靴パーツを外して、そこに専用のジョイントを接続していくよ。これによって靴接続のジョイントがサーティミニッツシスターズと同じ細いピンのものに変換されるから、本キット付属の靴が接続できるようになるってわけだね。おお、パーツ規格がサーティミニッツシスターズに近いものになるんですね。これでサーティミニッツシスターズのオプションアーマーなども使えるようになったりしますし、互換性が高まるのは嬉しいですね。そしてここに装甲を装着すれば、足の乾燥も完了だよ。なるほど。こうすることで膝部分に一つ 3mm 穴が追加されていますね。見た目の変更だけじゃなくてカスタム性の強化もできちゃうというわけなんですね。そして乾燥完了後の姿がこちら。おお、だいぶ見た目が変わりましたね。この状態だとコマンダーというよりはドラマで戦っていたプレイヤーの方に近い見た目になったように思えますね。所属チームに合わせてリボンの色を塗り替える、みたいな感じで塗装をしてみるのも面白そうだね。と、見た目の変化に目が行きがちだけど、私が思う一番の変化点は見た目じゃなくて内部構造にあるんだよね。ほうほう。特に変わったのがこの肩ジョイント。デフォルトだと細い、小さい、脆いという可動ジョイントとしては致命的な耐久性のなさが問題だった肩ジョイントは、このキットのボディに換装することでサーティミニッツ規格に進化するんだよ。お、サーティミニッツ規格ですか。シスターズだけかと思いきや、サーティミニッツミッションの方の腕まで無改造で使えるようになるのはありがたいですね。そして耐久性の方も、この規格だとジョイント自体が比較的大きめのものになるから、基本的には壊れる心配をせずにガシガシ動かせるようになるよ。なるほど。足ジョイントのサーティミニッツシスターズ規格かも合わせて、耐久性にサーティミニッツシスターズとの互換性が大幅に高められてるときましたか。なんで最初からこの規格を採用しなかったの？と不思議になるくらいレディーコマンダーにあった弱点が改善されてますね。続いてはサーティミニッツシスターズに組み込んでいきましょう。まず組み込む前に、冒頭でも言った通りこのキットは複数あるパターンのうち一つしか組めないコンパチ式のものだから、他のパターンを1キットで組みたい場合、一度分解してパーツを入れ替える必要があるね。なんだか面倒ですね、これは。
まずは胸部、刺し足の組み替えにして最も面倒な部分になるね。あらら、ここは一旦全部分解しなきゃいけないんですね。こうする理由としては、レディーコマンダー用とサーティミニッツシスターズ用を分ける重要なジョイントが含まれるパーツがあるんだけど、これが内部の一番奥にあるから全部分解しないと入れ替えられないってわけだね。そしてレディーコマンダー用との違いは、パーツの下にあるジョイントがボール受けの穴からボールジョイントに変わっているというところでしょうか。これだけのために組み替えないといけないんですね。私としてはここは差し替え式のジョイントで対応をすればよかったんじゃないかなと思うんだけど、わざわざこうしたのは何か理由があるのかも。そしてボールジョイントに変換した上半身を刺す前にスカートを設置していきましょう。今回使うのはレディーコマンダーのような組み込み式ではなく脱着式のキブ。これは腰にある 3mm 穴にセットする形で装備するから後付けすることができるね。続いて足の感想ですが、レディーコマンダー用はジョイントの形状を丸ごと変えてしまうものになっていたけど、こっちはリング状になっていて、すねにかぶせるような感じで設置するみたいだね。その後は靴と走行をセットしていきますよ。この時走行は内側に 3mm ピンのジョイントをセットし、すねのカバーの裏にある 3mm 穴にはめる形で接続。これで乾燥は完了ですね。というわけで、サーティミニッツシスターズへの設置が終わったよ。今回は唯一うちにいるルルチェに来てもらったわけだけど、もともとホワイトのボディだから火力に合ってるね。小型の素体ということもあり、大きめのキット向けに作られたパーツで各所のボリュームが増しているように思えますね。いくらかジョイントは潰れてしまっているところもありますが、その分防御力は上がっているのかな。ここからは共通のカスタムパーツを見ていくよ。まずはドアップで写っている背中にセットするバックパック。大きいものと小さいものの2種類のバックパックに加え、さらにパーツを盛るためのアームが追加で付属していますね。ちなみにだけど、実はこれがサーティミニッツシスターズ初の専用バックパックとなっていたりするんだよ。そうなんですか？そういう意味ではこのキットの特色とも言える部分になるわけだね。接続方法は簡単。3mm ピンと一緒についてる長方形のジョイントを一緒に背中に刺すだけ。これで 3mm ピンだけでつなぐよりも強度が高い状態でつなげるってわけだね。おお、それはいいですね。シスターのカスタムをするなら極力専用のバックパックを使った方が安定性が増しそうということですね。アームに関してはバックパックにある 3mm 穴2つに接続して使うようになってるよ。ここに設置型の武器を盛ることで簡単に戦闘用装備を組むことができるってわけだ。ふむふむ、だんだんシスター用のカスタムをする土台も整ってきているようですね。早いとこレビューを終わらせてカスタム動画の方にも着手していきたいですね。そして最後に見ていくのはこちら、ミニサイズのガールガンです。お、これは1分の1のプラモでも出てるガールガンレディの武器だね。見た感じ、アタックガールガン、ブラストガールガン、チェンジガールガンの3種類が付属しているみたい。これらはそれぞれダークブラウンの単色成形で、ドラマで使われていたのを再現するなら、結構細かい塗装がいりそうだね。ちなみにアタックガールガンにあったような変形機構などはありませんが、なぜか合体機構だけこのサイズでも再現されていまして、3つを組み合わせることで大型銃として使うことができますね。グリップはレディーコマンダーに合わせたためか丸軸タイプになっているね。これだと持たせた時に手の中でくるくる回転してしまいそうだけど、使えるキットが多いってのはまあいいところだよね。さて、このキットにもかなりいいところがいっぱいあって、キット自体は良作と言えるものだと思うけど、なんか気になるところが多いんだよな。まあそれもそのはず、このキットは同時にかなり多くの問題点も見つかっていますね。うん、これに関してはちょっと長くなりそうだから、別の動画で解説していくことにしようかな。というわけで、キットのレビュー自体はこれで終わりだよ。気になるところこそあれど、サーティミニッツシスターズとレディーコマンダーの両方に使用できるというのはある意味魅力でもありますし、初出のカスタムパーツもあるなど、特にサーティミニッツシスターズのカスタムをする上では重要なパーツがあったのは良かったですね。だからこそ、抱えている問題点が割とヤバくて兄におすすめできないのが歯がゆい。できるだけ早めに追加の動画を作るから、もう少しだけ待っててね。それでは皆さん、良いプラモライフを。